ちは。インドネシア人のハリムです。セラです。ここが私たちが日本語を勉強している研修センターです。今日はセンターの周り散歩しながら日本語で紹介します。行ってみましょう。そうしましょう。1、はい。センターの周りに田んぼや家があります。静かな場所です。気持ちがいいです。ここはセンターの近くにある公園です。4月が桜が綺麗でした。今はツツジが咲いています。綺麗ですね。ここは一番近いコンビニです。センターから300メートルくらいです。トキドキ飲み物買います。ここはスーパーです。私たちはよく買い物に行きます。野菜やお弁当などを買います。美味しいです。この道をまっすぐ行くと南仙台駅があります。ここから 2km です。にぎやかな道です。ここは病院です。私たちは健康診断でお世話になりました。これからも体に気をつけます。ここはラーメン屋さんです。味噌ラーメンが人気だそうです。お昼はたくさんのお客が来ます。私も今度食べてみたいな。今日は暖かいです。こちらを見てください。ピンク、紫、黄色などいろいろ花が咲いています。綺麗ですね。向こうには山も見えます。散歩は気持ちがいい。日本で3年間頑張ろう。頑張ろう。皆さん本当に外国人の方々が日本で活躍している裏を知ることができました。ね、三木先生が教えてくれたこと想像以上だった。ああ、よかったですね。どんなところびっくりしました。まずはね、日本に来て事件事故に巻き込まれても何をしたらいいのかわからない、そんなことまで教えてあげるんだよって、ね、ピーポーピーポー、これ救急車、ね、あなたの国はどういう救急車ですか。そんなことも私も56歳のくせして外国に行ったらわかんない、そうですよ ね、教えてくれないですもんね、まずね。そうだから、こういうことを教えてくれているところいっぱいあるわけですか。そうですね、一応基本的に入国後研修センターっていうのは、やっぱりそれは義務なので、技能実習生が入ったら1ヶ月教えなければいけないんです。必ずね。ただまあ一応それは委ねられてるところがあって、何をどこまで教えられるかっていうのはやっぱりそこは我々のね、なるほど、基本のカリキュラムはあるけども、あります、そこは学校によって中身は違う可能性あるんです、そうですね、やっぱり時間は決まってますけど内容っていうのはね、まあ本当に委ねられてるので、私たちがいいと思ったこと、これは必要だと思うところをやっぱりプラスして教えてます。私がね、まず他行ってないから、今ね
断定できることじゃないかもしれないけど、絶対に三木先生、日本一だと思う。ありがとうございます。これね、みんなね、このシリーズでお伝えしていくから、日本一映像で納得させてみせます。そうですね、自信あります。なぜならば、三木先生の自信もさることながら、生徒たちがね、前向きなの、一生懸命やってるの、それはね、高校でも中学校でも同じだけど、先生対生徒って駆け引きあるでしょ。そうですね、キャッチボールだから ね。そしたら先生が本気で受けます、そして本気であなたに今度パスを出してます、そういうものがね、毎日毎日充実してるんだろうなって感じたから、はい、よかったです。ありがとうございます。授業は本当に朝から夕方までびっちりやってます、30日間。そうです、1日8時間 ね、まあ、土日抜くので22日間なんですけどね、それで、まあ、そこが過ぎちゃうと現場に出るわけだから、やっぱりそこでね、中途半端なまま出せないよって、それくらいの、意気込みを先生たちから感じてます、ありがとうございます、そして勉強もきっちりするんだけど、今日はたこ焼きお楽しみ会もあって、ね、たこ焼きパーティーに、参加されてましたけどもね、これ恒例行事なんですよ。もう毎回やってます。三木先生と言ったらたこ焼き、たこ焼き、分かってくださいもうその辺のね、たこ焼き屋さんよりもうまいですよ、返しがもう腕ね、手首使ってね、今日ね、もうルミコ先生がもう今日の子たちが最高に上手なんて言って、くる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 、これもね、みんなあの動画出していきますんでね、そういう勉強もしっかりやって、楽しみもニコニコやって、そして30日過ぎたら現場でさ、苦しいこともあるだろうし、楽しいこともあるだろうし、そこで日本のね、思い出を、いい思い出作ってほしいな、そうですね、だからね、帰る時に何が一番良かったかって質問するんですって、日本にいてね、でね、喜んでいいのが微妙なんだけど、他の研修センターでやっぱりね、そういう質問した時に、あの帰る時にね、また会ったんでしょうね、多分3年後とかにね、センター長がね、センターでの生活が一番楽しかったっていうんですって。どうでしょう、それ嬉しいですよ、確かにね、私のところに来て先生たちと関わって1ヶ月ね、それが3年間で一番楽しかったって言ってもらうのは嬉しいんですけど、でももっとね、楽しいことを会社で経験してほしいし、彼女彼らは3年間、まあ一応基本的に3年ですね、だから3年間充実してほしいけど、やっぱり職場ではね、そこまで面倒見てくれない、できないのが現実ですよ ね、現実ですね、だから精一杯みんな3年間頑張ると思うんだけど、センターの思い出は日本で初めて会った優しいママのような女性なの、三木先生がね、時には鬼になりますけどね本当の母親より怖いかもしれない、そうですよ、グイグイ行きますからね、だからね、考えてみると、成田空港に着いて、そして最初に研修センターに来るわけですよね、これは決まり、でいろんなところに派遣されていくわけだけども、三木先生のところにみんな来ればいいんだよ、いや来てほしいです ね、だから私は本当に第三者の立場なので、思った通り言っていますけども、私が研修生の立場だったら、本当に出会いがさ、こういう出会いだったらば嬉しいもの、そうですか、ありがとうございます、はい、日本語の先生っていう職業を私はやっぱ初めて見ました、そうでした、だから、同じことをどうやって説明しようと思っても今もうまく説明できないです、さすがプロです、皆さんうまく優しい日本語で、教えてくれるというところ、これからもね、これは生活にも皆さん役立つと思うんで、そうですね、日本人の方たちにも役に立つと思います、そういう後藤さん、かなりあれですが、プロフェッショナルになったんじゃないですか、ってね、うなずくポイントがたくさんありますので、今後も楽しみにしてほしいなと思います。まだまだ続きますのでね、皆さん、あの技能実習生のね、奮闘ぶりを見ていただきたいなと思います。で、皆さんね、お近くの、スーパーや街角で、外国の皆さんね、歩いてると思いますけども、こんにちはってね、声かけてあげてください、そう、日本語で大丈夫です、英語で喋ろうとするとかっこ悪いことになっちゃうから日本語で通じますのでね、彼らは勉強してきてますから通じます、大丈夫です、そういうところから皆さんにもいろいろ知ってほしいという動画ですので、この後もまた見てください、見てください、実はね、はい、またね、はい、またね。